観客の興奮も大いに高まってまいりました。第4回戦です。ここで特殊能力をアップです。おっ、カウンター。おっと、これは外れ。互いに相手の力量を伺っているというところか。さあ、これは、おっと、特殊能力がダウン。自分のステータスアップに集中だ。さあ、激しいバトルです。さあ、ここで、おっと、特殊能力がダウン。まだまだステータスをアップします。さあ、熱いバトルが展開されております。さあ、この場面で、おっと、これはいまいち。まだ攻撃には移らない。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあ、今度は効果は今一つのようです。激しい攻撃、激しく当たった。あーっと、一発の攻撃でダウンだ。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでモルフォンの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。さあ、これはあまり効き目がありません。ここでサイコキです。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。あーっと、一撃で倒れてしまった。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここでキューコンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。おっと、怪しい光だ。あーっと、混乱した。あーっと、自分で自分を攻撃した。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。おっと、地球に潜ったぞ。あーっと、混乱している。さあ、熱戦が続いております。さあ、ここで、よし、当たった。さあ、この場面で鋭い当たり。あーっと、あっけなく倒れてしまった。ここで試合終了。も後半に入り、バトルはますますヒートアップしています。第5回戦です。さあ、手始めに、おっと、特殊能
力がダウン。勢いのある攻撃、戦場に沸騰。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さあここで激しく当たった、アッとダウン。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでポリゴンの登場だ。さあここから挽回したいところ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。ここで体力回復だ。おっと電磁波、おっと麻痺してしまった。さあ熱いバトルが展開されております。さあ今度はおっと特殊能力がダウン。おっと麻痺して動けません。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあこれはおっと特殊能力がダウン。さあこの場面でよし、ヒット。両者ともまだまだ疲れを見せておりません。おっとここでポケモンをチェンジです。ここでストライクの登場だ。さあここでいい感じの当たり。さあこのポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。戦う構えに入って、ここでポケモンをチェンジだ。ここで雷球の登場だ。激しい攻撃、鋭い当たり。さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。ここでジルダスボルトだ。効果は抜群だ。あーっとガッツだか。さあ使えるポケモンの数に差がついている。さあ最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。この攻撃激しく当たった。さあ今度はおっと特殊能力がダウン。両者とも大健闘です。おっと捨て身タックル、よし当たった。おっとダウンだ。ここで試合終了。トーナメントも残り少なくなってまいりました。第6回戦です。戦う構えに入って、さあ手始め。おーっとこのポケモンでは間違ったか。おー激しく当たった。
はじめからバトルは荒れ模様です。さて、ここで体力回復だ。おっと、ここは動けません。さあ、激しいバトルです。ここでサイコキです。いい感じの当たり。おっと、ダウンだ。さあ、今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでラッタの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。さあ、ここでスイーン一撃。さあ、これはよし、当たった。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここで体力回復だ。ここで破壊光線、ダメージは大きいぞ。あーっと、力尽きたか。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。バトルの指定に移って、ここでヤドランの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。戦う構えに入って、おっと、ここは動けません。ここで特殊能力をアップです。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さあ、この場面、よし。激しい攻撃、よし、ヒット。あーっと、ダウン。さあ、出せるポケモンは一匹しか残っておりません。ここでベトベトンの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1。緊迫した戦闘が続いています。効果は抜群だ。これはどうだ。逆転をついた。あーっと、激で倒れてしまった。ここで試合終了。